どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、ウルフデイトナを使って、レベル14、レベル13を破壊していこうと思います。はい。まあ、ウルトラね、結局今の環境、やっぱ、9月クエストもめちゃめちゃ強いんですね。もうこのテンプレ編成組んでもらえれば、レベル14、レベル13ともにめちゃめちゃ簡単に勝てますので、ぜひね、参考にしてみてください。ということで、もう共通編成紹介していきます。で、まあ、パッと見編成難易度高いと思うんで、もう代用先に全部出してるんでね、安心してください。キャラもめっちゃ代用広いの分かると思います。はい。で、まずはリーダーウルトナです。遅延4つ、神キラー2突に、こちら、ファクト武器継承ですね。はい、ファクト武器です。まあ、スキル場にしておけば、立ち回り固定できてめっちゃいいですね。スキル場1でもまあ別に問題はありません。です。カリドラです。浮遊上限解放に光武器で軽く出していきましょう。軽くワークですね。あと無効貫通で使っていきます。6解除も偉い。グランエルブ、遅延4つ回復キラーつけてあげて、エコーズ継承してますね。まあ、ちなみにグランエルブは遅延2つ、マシンキラー2つとかでも OK ですし、もうなんなら遅延2個でも全然問題ありません。潜在サボっても大丈夫。遅延2個はつけてください、必ず。で、エコーズは暗闇耐性武器です。からのフィオナです。3色攻撃、遅延2つ上限解放、潜在。そしてこちら、夜売り武器。継承ですね。はい、こちらで軽く出していきます。で、アメノムラコモです。スキブ HP 強化2突に遅延2つ、そしてメレーム武器継承で HP 持っていきましょう。はい、からのウルトナです。神キラー2つに遅延4つ、そしてこちらシール武器継承って感じになってます。で、肝心の代用に関してですね、もう全て一応 PDC に記載しておきましたが、一応動画でも話していきます。まずキャラに関してですね、グランエルブからですが、グランエルブはパティや竜明等が代用で使えます。レア度8のね、ダブル吸収無効枠なら何でも OK です。でもパティ竜明がおすすめな理由としては、まあ、グランエルブが減る分ちょっと軽く下がるので、HP 持ってあげて耐久値を上げるか、もしくはまあレア度8のダブル吸収かつ軽く持ってるキャラを入れてあげてください。全然パティ竜明で余裕で勝てます。はい。グランエルブが必須なわけではありません。なんならパティ竜明なくてもダブル吸収さえとりあえず積んでおけば大丈夫です。あと、てかまあダブル吸収というか属性吸収ですね。属性吸収なら何でも OK って感じになるので、属性吸収無効好きなキャラ積んでおいてあげてください。なんならちなみになんだけどね、レベル14だけやろうと思ってる人は、まあ、別にここ属性吸収すらなくてもよかったりするので、まあ、実際マジな話ね、レベル14だけだったら、もう軽く出せれば何でも OK だったりします。実はね、ダブル吸収全くいりません。レベル13用に属性吸収だけ必要になるので、よろしくお願いします。はい。で、あとフィオナですね。フィオナは水着メタトロンやチュンリー等が使えます。ここはもうレア度などの覚醒無効回復枠で、かつスキルターンの短いキャラですね。で、これも実はレベル13の覚醒無効対策ってフィオナ積んであげてるだけで、もうレベル14しかやらない人はフィオナの枠は奉仕などの軽く出れば何でも OK って感じになるんで、一応ね、共通編成ということで覚醒無効枠になってます。で、アメノムラコモです。こちらはガンドラ等がおすすめで、レアリティ6以下の HP 盛れるキャラ。で、かつ無効貫通があればおすすめなんでガンドラが理想です。別にボス階層ね、HP 持ってあげれば耐久もできるので、HP 盛れてる編成だったら、まあ、言うならね、無効貫通スキルないキャラでも OK ですが、まあ、できればアメノムラコモはガンドラとか、アメノムラコモがおすすめって感じになります。はい。で、続きまして武器代用ですね。リダフレのアシストに関してです。ファクトは当然ドラゴンキラー 2way 2個持ち武器という火力枠武器で、ウルトナも火力武器なんですが、まあね、闇ソニアで12ターンぐらいの変質が来るので、それでたまらない、もしくはたまっても強い武器をつけてあげてください。まあ、遅延とかヘイストとかはたまっても強い武器に入るかなと思います。はい。今回はウルトナと、ファクト武器で火力出していきましょう。で、光に関してはもう火力武器なら何でも OK です。火力出せれば何でも OK っていう武器になっております。はい。副属性の火力は減るんですけど、まあまあ別に2パーになるだけなんでそんな困ることもないとは思う。で、グランエルブアシストのエコーズに関しては暗闇耐性武器で OK です。一応ね、超暗闇目覚めの解除ができなくはなりますが、まあ、それでも別に9ターンしかない上にグランエルブで5ターンは消費できるので、そんなにデメリットにはならないかなと思います。なんなら暗闇耐性も、1回しか飛んでこないのかな、暗闇1回しか飛んでこないんで、最悪暗闇耐性なくてもいいんで、ここで HP 持ってあげるとかも全然ありなんでね、代用してください。で、フィオナ武器に関しては、ルフィがアシストで使えます。はい。まあ、HP もれてね、ある程度強い武器なら OK って感じになります。火力プラス2ターンヘイスト武器でですね。はい。2ターンヘイストは絶対必要なんで、火力プラス2ターンヘイストで HP もれる、フィオナとか、間違えたごめん、夜売り武器とか、あとはルフィ武器がおすすめです。はい。メルエムは水マリエルやヨーダや闇ラビレルみたいな指ルーレット HP 強化持ちの武器で OK って感じになってます。代用もめっちゃ広いと思うんですが、何よりこれ組めれば超簡単に勝てるんでね、実際にレベル14とレベル13破壊していこうと思います。やっていきましょう。さあということで、まずはレベル14からやっていきましょう。1階層ウルトナ打ちます。ウルトナ打ちますからのカリドラ打ってあげて、グランエルブとフィオナ打ちましょう。で、チョーク悩み十字解除ですね、組んでいきます。はい、こんな感じでまずは十字組みましょう。全然こんな焦って3ウェイ組む必要もなくて、1ウェイずつ組んでもらっても大丈夫です。で1コンボ組みます。そしたらリーダーウルトの変身で1コンボ組みましょう。はい、で残り2ぐらいでまあフレンドウルトの変身してあげて、まず一旦ウェイ組みます。こんなんでいいですね。でとりあえずこれで削ります。全然ワンパンできなくてもいいので、まず一発削り、ワンパンするならワンパンでもいいし、できなかったらツーパンで大丈夫。これで倒していきます。2階層です。2階層は一旦ね、盤面パズルで頑張ってください。ルーレット食らうんですけど我慢してほしい。ここは次の階層でルーレットとかね全部消えるので、ここだけ我慢してパズル組んでください。はい、まずこんな感じで光と火と水のウェイ全力で組んであげてワンパンしていきます。常に毎ターンね全力コンボ組んでいってあげてください。さあこれで突破していきましょう。3階層です。ここでメレーム打ちます。はい、メレーム打ってあげてルーレットと指現象どちらも返せます。ここで乱入来た場合もメレームここで打ってあげてください。ウルトナ打ってあげて殴ります。まあこれはね絶対ワンパンしたいんで、こいつはちゃんと全力コンボ組みましょう。こいつまあ別にワンパンできなくてもいいんだけども、ワンパンした方が楽なんでワンパンしていきます。はい、これで突破していきましょう。なんかねちょっとダメージ痛いんでワンパンしといた方が楽。4階層ここで乱入です。ここはウルトナ打ってあげて2パンしていきましょう。ここ本来なんだっけな、やべえふと忘れた、今ド忘れしてる。本来ここはねラファエルか、ラファエルですね。あ、もうめちゃめちゃいいキャラ。ラファエル普通にワンパンするだけなんで、先生が93万ぐらいあるのがうざいんですけど、普通にワンパンするだけのキャラなんで、乱入が来ようがラファエルが来ようが普通にワンパンで大丈夫です。はい、まあこんな感じでここも2パンしていきましょう。もうこいつ楽勝なんで、これで2パンしていけば OK です。この階層で乱入は動画的にはありがたいね、説明しやすいから。で5階層です。5階層は無効貫通で削るだけなんで、カリドラウルトナでワンパン狙っていきましょう。ワンパンできると楽なんで、できればワンパン狙いたいですね。カリドラからのウルトナ打ちます。これでカリドラからのウルトナ打ってあげて、もうとにかくウェイ含みましょう。ウェイ含みまくってあげてワンパン狙いで削っていきます。 OK、 ワンパンしていきましょう。さあ続きましてボスです。ボスはフレンド側のウルトナ打ってあげて、またここも全力で削っていきます。ウルトナ、はい、でグランエルブからの雨の村子も打ってあげて、でフィオナ打ちます。はい、これでリダフレのエンハンスも打ちましょう。でワンパンしていきますっていう、もうねめちゃめちゃね強い編成でした。あ、もうこれは抜けると思うんで、これで倒していきましょう。はい、っていう感じの編成ですね。もうとにかく 2way 組んであげるだけで破壊していけますし、すごいフィオナもね相性いいので、こんな感じでワンパンできる編成です。めっちゃ強いんで、ぜひよかったらこちらの編成使ってみてください。次レベル13いきましょう。さあ続きましてレベル13もやっていきましょう。レベル13に関してはまずとりあえずリダフェレウルトナ打ってあげてスキルヘイストしていきます。はい、さっきと違う点は覚醒無効が飛んでくるところですね。あとフレンドが間違えた闇シャドロンですねが遅延が入りません。シャドロンに遅延が入りません。なのでここは仮皿打ってあげて、ブラン打ってフィオナのアシスト打つまでは大して変わらないんですが、必ず4ターン以内に倒しきる必要があります。なので、1コンボ2回組んであげたらウルトラ変身で、1コンボ組んであげてからのフィオナとウルトラを打ちます。これで無理やり3ターン耐久した後、4ターン目に突破していきます。これによってね、シャドロンが行動した場合に関しても特に問題ないということで、そうですね、倒していきましょう。さあ続きまして2階層です。ちょっとユーコールチャンネルがね、今朝5時なんで日本語終わってますけど、編成は強いんで安心してください。ここも火のウェイク見ながら殴っていきます。僕の説明が間違ってても編成は間違ってません。 PDC も間違ってません。めちゃめちゃ強いですこの編成。はい、ここもしっかりベイ君でワンパンしていきます。レベル13はね、最悪芝だらでも破壊できるダンジョンなんで、なおさら安心して突破していけますね。はい、突破です。さあ続きまして3階層です。メレーム打ち忘れてたけど、ここで空打ちしておきましょう。でカルダラ打ってあげて、ウルトナ打ってあげてワンパンしていきます。メレーム空打ちは意外と忘れがちなんで、忘れてもいいです。別に忘れた場合はこの後打てばいいだけなんで。そうで、ここはしっかりと14項目組んであげて殴っていきましょう。突破です。はい、 OK。 続きまして4階層です。ゴールダラ、ここは普通に2パンしていきましょう。ウルトナ打ちます。これで光と水と火のウェイ含みながらワンパンしていきましょう。まずはこれで超根性までワンパンしていきます。はい、でからのウルトナ打ってあげてもう一発殴っていきましょう。これで火水光のウェイ含みながら2パンしていきます。13コンボ組んであげて突破していきましょう。14コンボです。これで突破です。さあ続きまして5階層です。5階層は闇ソニアですね。はい、ここは初手覚醒無効飛んでくるので、フィオナ使ってあげてください。フィオナで覚醒無効回復していきます。で溜まった場合はウルフで糸な武器、溜まってない場合は普通にウルトナ打ってあげてからのリーダーのヘイスト打ちます。1ターンヘイスト打ってあげて2way 含みながら殴っていきます。これで OK ですね。はい、こんな感じでワンパンしていきましょう。もうこれで15コンボ組んであげてワンパンもしくは2パンです。全然2パンでも問題ありませんが、多分ワンパンできると思います。 OK、 ワンパンしていきましょう。突破です。若干エンハンスは影響ありません。ほとんどもう強いんで、この編成。ボスはカリドラグランエルブウルトナ打ってあげてワンパンしていきます。まずカリドラで盤面ロック解除で、ウルトナで盤面生成からのグランエルブ打ってあげてワンパンしていきます。ここはワンパンできないとだるいので、必ずワンパンしましょう。さすがにここ2パンはめんどくさいわな。指も長いので、こんな感じでゆっくり組んであげて、しっかり全力 A 含んでワンパンしていきます。という感じの編成でした。これでね、共通編成でレベル13レベル14ともに攻略できるので、めちゃめちゃ簡単に攻略できる編成になっております。はい、という感じです。